はい、岡山のね、マンションに到着しました。遅くなっちゃってるんで、不動産屋さんからね、鍵を今日はやっぱりもらえないですね。で、予定通り明日、10時に引き渡しで、で今日はね、とりあえず、漫画喫茶に泊まろうかな。うん、で、この2日間で750キロ、走り切りました。ね、本当にね、疲れた。で、これね、もうすでに誰か住んでるんですね。出来たてなんだけど、うん、ね、せっかくだからちょっとぐるっと見てみますかね。明日からなんですけど、ちょっと怪しいかな。ね、これ屋根付き車庫もあるし、これは誰も借りてないですね。雨ざらしはもうすでに1,2,3,4台車が止まってる。もう4件決まってるんですね。うん、駐輪場はね、私使いますんで、バイクね。こんなちょっとね、誰も帰ってないんだな、暗い、ね、隣は建築中、住宅が建ってるんだな。なんか修理してるようですね。でこっちはおそらく1階店舗まだ入ってない、決まってないようですけど、ね、隣はねセブンイレブン、便利かな。この4階です、僕は、ね。で、テナントはまだ決まってない。ちょっとね、来るとき見えたんですけど、岡山城ライトアップしてるんですよね。これね、部屋から見るらしいんですよ。楽しみですね。うん、会社はここから歩いて7分。エントランスですね。うん、こんな。オートロック、ね、ちょっと401をしてみようかな。当然出るわけないね。あ、エラーですね。僕の401号室は、あ、入ってる。もうすでに荷物が入ってる。多分ね、この辺宅配ボックスがあるんで、その分入ってるかも。その番号もわからないし、聞かなきゃいけないね。うん、中なのかな、中なんだろうね。あ、エレベーター見える、ね。まあ、明日の楽しみにしましょう。うん、現在ね、8時ちょっと前なんですよ。うん、夜のね。で、明日10時なんで、うん、朝ごはんを食べるには、9時、8時ぐらいに漫画喫茶を出る12時間契約ね、12時間契約で、ということはあともうちょっとブラブラしてから入るといいかなと思って。あ、ゴミ捨て場もあるね、ゴミね。あ、ちょっとね、不便だな。収集の人は楽かもしれないけど、うん、雨の日に出しにくいな。うん、ね、で多分車とかバイクね、これ店舗の人だからこっち、ね、あれだけど、あ、でもすごい数止められるんだな。何があるんだろう。お惣菜のあの、あれがあるといいですね。あの、お弁当屋さんとか。そうすると便利なんだけど、あの、もしくはオリジン弁当とかね、そういうとこがあるんだな。ね、もうすでに5台も入っちゃってる。これ本当に入ってんのかな、真っ黒だけど。これ、この会社の人じゃないかな、建設の。もしくは不動産屋さんとか。ね。で僕はバイクでここ帰ってきて、ね、ここ一着だね、これね、仕方で。この、ね、屋根の下ね。か、もしくは、うん、あ、こっちがね、左手側がいいかな。いや、右手が置いちゃったけど、左手側置けば、ね、あ、ここがあれか、エントランスに入れるの？鍵持ってれば、鍵ね、あ、ディンプルキーだわ。鍵持ってれば入れるんだな。ね、雨ざらしじゃないとこがいいですよね。こっちもディンプルだ。エレベーターホールに出れるんだな。うん、ここだったら傘なしだな。早くこれ押さえちゃおう。うん、じゃあね、今日泊まる漫画喫茶に移動します。はい、今日もね、
宿泊施設に到着しました。いやしかしね、車満車で、で併設されてるね、このスポーツジムにみんな行ってんだな、ね、私はねこの漫画喫茶に泊まります。このな今日昨日と今日でですね750キロ走れたんですけど、このねやっぱりね一番バイクのパーツで貢献しているのはこのグリップのこのこれですよね、スロットルアシストっていうんですかね、これがね、ないともう走りきれなかったかもしれないです。でこれね横浜の経営の企画、ね、北山田っていう駅にあるんですけど、そこで買いました。でいろいろ買ってみてダメだったんですよ、ほとんどが。でその経営の企画しかダメだったんです。で他のメーカーヤマハホンダとかはいいんですけど、このスズキっていうのはね、口径が小さいんですね、ハンドル口径が。だからね合わない。でこれのやつは経営の企画のやつが合うので、それがおすすめです。じゃあ早速ね行ってみましょう、どんなとこだか。時間の防音カラオケ2500円がいいですね。うん、ね、これだ。指差しの分かるかな。これね。これが行きたいですね。うん、ここにしましょう。シャワー。それとジュースとアイスが食べ放題です、はい、お風呂も入り放題、まあ、シャワーですけどね、はい、それでは今日はゆっくり早く寝て、明日8時にチェックアウトしますので、ね、時間気をつけていきたいと思います。あ、部屋はこんな感じで、ケトもあります、パソコンもついてます、ね、でも持ってきました。釜玉っていうやつにしました。卵しか入ってないんですけど、360円、ね、それに無料のトッピングで、唐揚げ、天かすと、九条ネギで追加で、かまぼこの揚げたやつですね、これ120円、合わせて480円でした、ね、でね、これつゆがないので天つゆをもらいました。で食べてみて味がね、変えたかったらここにつけて食べようかなと思ってます、はい、じゃ あ食べてみますね。なんですけど、つゆがね、ないんですね。だから天つゆかけてみたんですけど、それで食べるとうまいことが分かりました、うんね、もしかしたら自分でつゆよするタイプなのかもしれないけど、ね、ちょっとその辺がよく分からないですね。ただね、つゆをかけて別のお皿でつゆもらってきて、それでかけると結構美味しいです。とりあえず完食しました。まあまあね、美味しいですね。つゆがね、天つゆかけるととてもうまくなります。初岡山ですね。初岡山の食事は丸亀製麺の、釜玉だったんですね。美味しかったです。では、今日ね、まだマンションの鍵持ってないんで、今日は漫画喫茶です。